はい、こんにちは。金沢散歩アイパー町編なんですけれども、今日はですね、台風19号の翌日でして、先に、城山ダムを、ちょっと見に来ました。いや、あれっすよね、城山ダムが放流するってニュースで何回も言ってたから、めっちゃ怖かったっすよ。超怖かったっすよ。お、すごい。見てください。うわー、すげー。すげー。めっちゃすげー。いや、あれなんですよ、一個一個の水のしぶきが、全部違うんで、僕それがすごい大好きで、ダムよく見に来てたりしました。そう、ちょっと映してください。あそこの水の跳ね返りが一つ一つ違うじゃないですか。あれがまた水のすごいところで、同じ表情を見せないというか、だからすごく、魅力を感じます。またその城山ダムのドンと構えた感じ、あそこ映してください。かっこよくないですか。ずっとここにいたいですね。丹山パンで有名な荻野パンに来ました。ちょっと早速パン買ってみたいと思います。ちょっと行きます。いっぱいある。どれがいいか迷ってます。はい、大丈夫です。2250円。いや、ちょっと美味しそうだったんで、たくさん買っちゃいました。このユズちょっと食べてみたいと思います。これうまそう。じゃあちょっと食べますね。いただきます。おー、うん、美味しいですね。うん、普通のあんこの方が良かったかもしれないですね。結構有名なパン屋さんですよ。あんがたくさん入って、なんかちょっとスカスカなんですね。ちょっとショックなの。美味しいですよ。だけどあんこの方が美味しいかもしれない。実はですね、視聴者の K さんから動画が送られてきました。その動画がちょっと心霊現象が入っているということなので、まずはそちらをご覧ください。実はですね、その動画撮影された場所が愛川町の某霊園になりまして、ちょっとその心霊現象を調査するべく、これからそちらの方に向かいたいと思います。今からムーンに変わります。どうぞ。
視聴者の K さんから、送られてきました、謎の声が入った動画の、現場 S 霊園にやってきました。ちょっとここで調査したいなと思います。すごいっすね、お墓の量が。あそこからずっと待って。やばい。あそこにグラウンドありますよね。あそこ中学の時に試合でよく来てたんですけど、先輩の引退試合の時に自分キーパーやってて、当時大雨だったんですけど、ボールキャッチしてちょっとスパイクが緩んでて、そのままポンって蹴ったらスパイクがですね、僕の嫌いだった先輩の頭に思いっきり刺さって、先輩がうずくまった瞬間、僕は何を考えたのか分かんないですけど、すいませんと先輩の方に謝りに行って、その間にシュートを決められて痛い目で負けちゃったっていう、すごい嫌な思い出の場なんです、あそこ。そのせいで先輩からも結構言われまくりましたけど、ちょっと苦い思い出のあるグラウンドなんですよね。はい、ということで、動画と同じ現場、そして同じ時刻にやってきました。見ての通りお墓なんですけど、まあこの時間に来ると結構景色とかもすごい良くて、非常にいい場所です。はい、ということでちょっと調査をしてみたいと思います。ここでですね、前回使いましたバケタン、これちょっと使って調査してみたいなと思います。ちょっと押してみますね。はい、今は緑が出ました。今度は青いってことは良いで、良いです。良いお化けなんで、じゃあ動画の声も害はないってことですね。はい、ないですね。多分いいお化けなんで、きっと喉乾いてたと思うんですよ。はい、あ、どう思います？それでいい？その見解で OK？ 青だし、青く光ったんで喉が乾いてたっていう感じでしましょう。あ、動画撮影者の K さん、安心してください。まあ青いやつが出たんで、このお化けはいいお化けで、あの声の人はきっと喉が乾いてたと思うんです。青く光ったから多分喉が乾いてたんだなと思います。だから大丈夫ですよ。はい、
じゃあちなみになんですけど、さっき言ったちょっと思い出のグラウンドに来ました。まあちょっと当時もしかしたらお化けがいたかもしれないんで、ちょっと今ここで測ってみたいと思います。ちょっと行きますね。ほい、怖いですね。マジだ、ここいる、いるよ、ここ初めて出たんですけど。マジ墓よりもグラウンドの方が、うわマジか、幽霊がいますね。やば、うわ。スパイク取れたのは霊のせいだね。霊のせいですね。あれはじゃあ俺が悪かったんじゃないですか。悪くない、全然悪くないよ。全然悪くない。すげえ、やば、ウケんだけど。いいや、やばいっすよ、ほんと。お化けここいたんですね。だから俺がスパイク飛んだせいはお化けのせいじゃなかったと。お化けのせいだ、お化けのせいだ。お化けのせいだ。